こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。いや、あれ、どっかで会ったことある？いや、ないです。絶対どっかで会ったことあるよ。ないです。え、あるって。いやです。顔見して。あ、わかった。前世で会ったことあるよ、俺ら。いや、本当に本当に。いや、あのさ、てか今時間はある？平気？いや、ちょっとだけおしゃべりしたいだけなんだけど。いや、友達と待ち合わせ。あ、友達と？はい。それは女の子？そうです。ああ、なるほどなるほど。じゃあなんかずっとここら辺ぐるぐる回ったら、お姉さんなんかずっと待ってるみたいだけど、ちょっと早めに来ちゃった感じ？まあ1、2時間くらい早めに来ました。あ、ほんと？いや、ちょうどいいよ。俺さ、ほんとさ、俺マジでドジッコドジドジだから。なんかドジッコドジドジ。そう、ドジッコドジドジだから、なんかその友達の誕生日だと思って、俺さ、叙々苑予約したの。あ、そうそうそう。なんだけど来週だった。あ、すごいスケジュール管理能力な。そうだから、あの、全然その今日逆にさ、もうでも予約キャンセルできないらしくて、当日だと。あ、そうなんだ。そう、だからどうしようと思ってて。でもあの、俺も本当全然やっぱ肉ってさ、人とね一緒に食べた方が倍美味しいし、うん、だからちょうど誰かいないかなと思ってて。で、なんかもしね、お姉さん 1,2 時間ね、時間があるんだったら。そうそうそう。あ、あの、ちなみにお金とか全然気にしないで。あの、俺金しかねえから。え、あの、うん、金しかない。何のお仕事されてる？仕事は人を楽しませるエンターテイナーって感じ。うん、だけど、まあ全然、でもあの、月収は、まあ、100万ぐらい全然余裕で。うんうんうん。年収も1000万超えてるから。あ、そうなんです。うん、そうそうそう。だから全然なんか、もっと金しかないから、うん、あの、全然もちろんあの、1円も払わせないし、うん、あの、全然肉もおごるし、うん、あの、どうかなと思って、よかったら。うんうん、まあ、待って、俺ら前世会ってる仲じゃん。でもナンパに乗れる？あ、全然ナンパとかじゃない、本当にただ楽しく一緒に肉食べようねって、そもそれだけ、本当に。そうそう、どうどうかなっていう。一瞬やっぱノリいいわ。うん、やっぱね、俺ね、可愛い子ってノリいいんだよね、本当に。やっぱり、いや、本当絶対後悔させないし、あの、本当美味しく食べて、でもしつまんないと思ったら帰ってもらって全然いいから。もうお姉さんにとって何もあのデメリットないし、マイナスのこと一個もない。美味しい肉食べれて、もうあのイケメンと喋れて、楽しくワイワイする、もうそれだけだから。うん、いいよね。だよね。うん。あ、ごめんね、ちょっと今ちょっと友達から電話来たから、ちょっと、はい、あ、もし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 。いや、今可愛い子に会ってさ。もしもし、え、たけるくん、え、今、ね、あ、入浴中だよ。うん、なんかラッシュで可愛い入浴剤見つけて、そう、それで今なんかお風呂入ってた。え、外の音する？なんで？え、多分あれだ、最近あのお風呂にテレビ買ったの。そう、お風呂で見れるテレビみたいなやつだから、多分そのやつの音が聞こえるんだと思う。すごい音うるさい。え、なんでだろう、不思議だね。私も明日たけるくんに会うのすごい楽しみにしてた。なんかたけるくんからいつ連絡来るかなと思ってたよ。うん、私も大好き。じゃあもうちょっとテレビ集中したいから切る。あの、また出たら電話するね。うん、はい、じゃあね。うん、うん、じゃあね。うん、はいはい。ごめんね、マジで待たせちゃって、本当にごめんね。ほんと、なんか変な男に声かけられなかった？待ってる間大丈夫？彼氏とか全然いないの。いや、よかったよかった。まあとりあえずさ、そうそう、友達もさ、なんか、あの、そう、誕生日の友達、あいつから電話があって、そうそう、あの、一応確認したらさ、来週じゃなくて、再来週でした。すごい。どしっこ、どしどし。どし。どし。ってことで、じゃあそろそろ行こっか。あ、はい。ね、じゃあ、行こう。はい、行きます。あ、すいません。大丈夫？ちょっと先行ってるよ。はい。やっぱり駅外で待ってると、いろんな男ホイホイ釣れるわ。ほら行こう。